こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、タコベルでタコパンディパックと新発売のケサリトを買ってきました。皆さん、タコベルって知ってますか？私実は初めて食べます。タコベルっていうのはアメリカで大人気のメキシカンフードチェーン店なんですよね。で、日本にも今ちょっとお店があるみたいなんですよ。めっちゃ美味しそう。いいですね、チーズがたっぷり使われてる感じです。いただきます。このケサリトから食べたいと思います。こちらが今で新発売らしくって、ちょっと包丁で切ってきました。中身こんな感じです。チーズもお肉もたっぷり入っとって感じがします。中にね、ご飯が入ってます。ブリトーみたいな感じですね。すごいたっぷり詰まってます。ソースはね、サワークリームソースですね。ご飯とお肉の組み合わせがね、抜群ですね。タコライスをね、ブリトーの生地で包んだって感じでしたね。チーズがたっぷりで、ご飯と味付けされたひき肉の相性がめっちゃ良かったです。で、次はね、パーティーパックです。これ12個入りですね。辛さはマイルドとミディアムとホットと選べるんですけど、12個あるから4つずつ選んできました。で、まだマイルドから、多分ね、私の並べ方が間違ってなかったら、ここマイルド、多分マイルドはい、こんな感じです。あ、中身もね、レタスとかね、ひき肉がたっぷり入ってますね。生地はパリパリのトルティーヤチップスみたいな生地ですね。ちょっとピリッと辛い生地がね、パリパリでね、中のひき肉がこれちょっとピリッと辛いんですけど、まあ、でもひき肉にも味がついてて、このチェダーチーズとの相性がとてもいいですね。レタスの食感もすごくいいです。やっぱりさっきのちょっとマイルドじゃなかったかも。これなんか全然辛みがないです。マイルドはね、多分全然辛みないです。さっきの辛さが舌に残っとるから、ピリピリが続いとるやっぱ辛くないです。辛くないから、ひき肉の旨味を味わえます。これはちょっとミディアムかな、多分順番的に。ひき肉の味はサルサソースで味付けしてあって、ちょっとピリッと辛いんですけど、美味しいですね。やっぱちょっと辛い、まあ、辛いのがめっちゃ苦手な人じゃなかったら、これぐらいの辛さがあった方がアクセントがあっていいかもしれないです。これいきます。多分ここら辺から辛いんじゃないかな。そうないかないいですね。時間が経ってもパリッと感が損なわれないです。でも辛いかな、やっぱり後味がヒリヒリくる感じかもしれないです。いいですね。ひき肉とレタスがたっぷり詰まってます。あ、でもやっぱり結構辛いかもしれない、ホットは。まあ、でも辛さアップしただけかな。味とかは変わんないです。まあ、でも私ぐらいでもまあまあいける辛さですよ。でもめっちゃ辛いの苦手な人とかは絶対ダメだと思います。最後の1個です。このね、ソースがね、染み込んでちょっと柔らかくなってる部分があるんですけど、ここがまたいいですね。ちょっとでも辛いヒリヒリします。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。タコ
コベル今日初めて食べたんですけど、とっても美味しかったです。もうまた食べたいですね。いろんなメニューが他にもあったから、他のものにも挑戦したいなと思いましたね。メキシコ料理のねチェーン店ってそんなにね日本にないですよね。だからいろんなところにできたらいいのになと思いました。で、多分ねこのお店ドリンクバーがついてるんですよ。で、今回ねケサリーノを頼んだらドリンクバーがついてくるんですよね。ケサリーノ頼んだからお持ち帰りのドリンクがいっぱいサービスだったんですよ。でもさっきこぼしちゃってドクターペッパーが飲めなくてとっても残念でした。はい皆さんはねそんなことがないように気をつけましょう。とっても美味しいのでぜひぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。